ANA グループ新制服発表会を始めさせていただきます。まずは客室乗務員です。ジャケット、スカート背面のブルーラインが特徴となっており、世界中のお客様から一目見ただけで ANA と分かるデザインを施しております。地上旅客スタッフです。こちらも襟首周りのブルーラインが特徴的ですね。ラウンジスタッフです。お客様がリラックスした空間で接するので硬くなりすぎないようにデザインされています。客室乗務員のブラウス姿とエプロン姿が加わりました。ブラウスは無地ブルー、ツイード柄のブルーとピンクの3種類あり、いずれも生き生きとした印象を視覚的に訴えています。エプロン姿は女性らしいラインが出るドレスのようなデザインですね。胸元にもラインが出てしっかり印象付けることができます。地上旅客スタッフとラウンジスタッフのオフジャケット姿です。地上旅客スタッフから、七分袖はコンセプトのエレガント、フェミニンを強く表していますね。ラウンジスタッフは落ち着いた色味になっています。今日は素敵な方が応援に駆けつけてくれました。羽生結弦選手です。イメージがガラッと変わって、やはりブルーラインがすごく印象に残っています。僕自身も世界に挑戦していますし、またはスタイルは変わらないですけれども、どんどん努力して変化し続けるっていうところは僕自身もとても同じ共通しているところだと思うので、これからもその気持ちを忘れないようにしたいなと思っています。